マイケル・ロペス・アレグリアはスペイン系アメリカ人の宇宙飛行士である。3度のスペースシャトルと1度の国際宇宙ステーションのミッションに参加した。10回の宇宙遊泳を行ったことで知られている。また、第14次長期滞在中に5回の宇宙遊泳を行い、これは単一ミッション中の宇宙遊泳回数の最多記録である。ロペス・アレグリアはスペインのマドリードで生まれ、 カリフォルニア州ミッションビエージョで育った。アメリカ海軍に入隊し、海軍兵学校及び海軍大学院で1980年と1988年に工学の学士号を取得した。海軍ではスペインのロタに配属され、2番目に大きな105人の部隊を率いた。彼はスペイン軍と多くのつながりを持ち、スペインのメディアでもよく知られる人物となった。 彼の宇宙飛行士としての最初のミッションは1995年の STS-73 だった。その後、2000年に STS-92、2002年に STS-113 に参加した。2006年9月18日、彼はバイコヌール宇宙基地からソユーズトマ -9 で打ち上げられ、翌日19日に ISS 基調長として、 第14次長期滞在のドッキングを成功させた。第14次長期滞在では彼は5度の宇宙遊泳を行い2007年4月21日に地球に帰還した。ロペス・アレグリアは宇宙遊泳の回数と合計時間のアメリカ記録を持っている。前の記録保持者のジェリー・エル・ロスは9回58時間18分だった。また世界でも ロシアのアナトリー・ソロフィエフの16回に次ぐ記録である。2007年4月2日に、彼はアメリカの宇宙飛行士として単一ミッションでの宇宙滞在時間記録も更新した。4月21日に地球に帰還した時点で単一のミッションの長さは215日になった。2007年2月、ピアースで宇宙遊泳の準備をするロペス・アレグリアとミハイル・チューリン。 ありがとうございます。